いいところだな。そうだろう。谷の素晴らしい景色が見渡せる。晴れた日には団体員が遠くに見えることもあるんだ。こんな時でなければ楽しめたんだが。そうだな、全く惜しい。シアンナを解放しなかったことで俺に怒ってないか。平和的な解決を選ばなかったと。まあ少しな。私も自分を騙していた部分があるかもしれん。全てを解決する方法があると信じたい一心でな。だが今からじゃ遅すぎる。このやり方に気持ちを切り替えるしかなかろう。レジス、ご老人に俺たちが到着したと知らせてくれ。デトラフを呼んでもらおう。ヒンシアル、セス、セミアス。私を探し出せず無理やり呼び出すとはな。なぜだ。理由はわかるだろう。人間の考えを察するのはうんざりだ。言葉で説明しよう。嫌なら話は終わりだ。お前の怒りは理解できる。だが町への攻撃は見逃せない。すぐにやめろ。条件は明快だ。私の望みはレナ、シアンナに会うことだ。だがここに彼女はいない。その理由は知っているだろう。公爵が彼女を幽閉している。では公爵はその報いを受けねばな。デトラフ、頼む。女一人のためにこんなことを。お前は何も分かっていない。ここで終わりにしよう。人々を殺した。この国に従う余地はない。
任せろ。行け。だがこいつは頼む。